は本名出されへんから名前何する？本名、あ、モッサンです。モッサン、モッサンとアキラさんと山に来ました。で、モッサンはマウンテンバイク初心者なんですけど、めちゃくちゃ運動神経いいんで、で、紐でちょっと上り引っ張ってみたいと思います。どうなる？ブチって、あ行きます、はい、おお、すげえ、行った？めっちゃ楽。嘘、え、引っ張れてんのこれ？え、めちゃめちゃ楽って。あ、早い早い早い行けてんの？やばいやばい。アキラさん、これっすわ。これやる、絶対やった方がいいです。やる、これでも2台いけるんですかね？いや、全然こっち負荷かかってないで。あ、ほんますか？うん、止まるで、止まるで、はい、これ止まるときさ、せーので止まらんでさ、急に電動なんだ紐でキャンプのタープ用かな。あ、そうです。これはあんまり合わないけど、俺のは別に、1台トレックレイルに紐つけて、キャニオンストイックつけて、アキラさんのバイクに、3台連結して止まるとき止まりますって言って足並み揃えんとじゃあ1人こけたら全員こけるんじゃんすか、これ OK。 さっき1台やったらそんなあれやった、負荷はなかった OK。じゃあ3台でこれぐらい行くよ、行くよ、せーの。おお、すごい、いや、楽なんか感動しますよね。あ、でもやっぱちょっと重い、さすがに。どう、楽っすか？へえ、よかった。あの、常に僕の LINE でお願いします。そこだけめっちゃ集中してる。そう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 、二人三脚みたいな。専用品作った方がいい。ほんまやな、専用品いるよなこれ。売れるで、どっかのメーカーこれやったら。そこまで重たさはない。まあいつもよりは重たいけど、これ何、そのトルクが出るからスピードじゃなくて、だから全然いけてる。うん楽、しんどい。自分一人が乗るよりは、うん、ね、結構、へえ、もうほらシャドウ強くなっていくからさ、いや、頑張って。いや、結構しんどいで。でもこれ全員同じぐらいの負荷かもな、今。ちょうど。ここ多分普通だと登られへんもん。あ、そうなん、しんどくて途中で疲れる。はあ、それなりにやっぱこいでるからしんどい。あ、まあまあそうですね。ただ1人だったらこのスピードでかかる。そんな感じです。頂上まで、今日は晴れです。うわ、ちょっと待って、フラフラする。
フラスクでやっぱ焦がなあかんわ。でもそれでも引っ張れてる。引っ張れてんな。2台すごい。2台引っ張れてますよ。すごいすごい。一応2台引っ張っていきましたね。この僕らステムら辺に取り付けてますね。でシートポスト、ステムのここで、この辺行動では絶対にやってはいけません。疲れ。ハムも来ましたよね。ハムも来ましたね。疲れた。よかった、はあ、疲れた。どうでした？それなりにしんどいです。楽は楽ですけど、それなりにしんどい。その分、ね、強制的にスピードがね、うん、疲れた。やっぱり早いですね。ですね。引く側はこういつもより負荷が上がって、あ、はい、いつものでもあれやな、分散される感じかな、ちょうどな、負担が。今はあれですか、EMT？ いや、ターボで。はぁ、あ、疲れた。じゃあ皆さん、良い牽引ライフを。さようなら。